こんにちは。1時かも。1時10分。さっきおてんちゃん、あ、そう言ったのよ。あの今もしてるでしょ多分おてんちゃん。あのそう見に行ってきた。そう、かわいいと思って、ほんと。マジおてんちゃん、かわいい。ワンタンメンさん、ハート。ありがとうございます。こんにちは。野上さんに名前、うん、もらえた。名前書いてもらった。あ、1枚目に帰ってもらった。多分1枚目だった。なんか何やったっけ、チャーハン部長って書いてもらったのかな。名前じゃないけど、名前は前回2回書いてもらったから。名前はそう、チャーハン部長、何書いてもらったっけな。でも多分チャーハン部長で書いてもらったよね。通知来たから走ってきました。ありがとうございます。てんちゃん、おばあちゃんもイベント参加してないです。なぜかというと私はまだ年齢が達してないので。年齢が達してないもので。なあちゃんから、あ、最近してない。でも昨日会った時に話した。イベント TGC さんのラーメンイベント話した。じゃあ昨日会った時に。うん、なんかもうそんなに今は話して、まあ、なんかファンの人が教えてあげてくれるから、教えてあげてくれるってか教えてくれるから、何時まで、あ、何時までだよ、分かんないけど、まあ、したいこともあるっちゃあるから、あの話すことがなくなったらやめる。リンゴ部長から参集来たよってコメント。うん、私誰に言ったんだ。おてんちゃん、こわちゃん、応援嬉しい。おてんちゃんマジ可愛いでしょ。もうなんか HKT 以外で
コメントしたの、あ、コメントじゃない、フォローしたの初めてってぐらい、そう、コアちゃんリアルおしゃべり、あ、そうそうそうね、早く決まってほしい、あ、決まってほしいのかな、あと2年ぐらい、あれ高1じゃないとやっぱ無理なのかなって思って、まあまああと2年だからゆいなとかさあやばいよね、多分もう OK なんかな、ゆいなの方には。てんちゃんめ、あ、そうそうなんよね、めっちゃ年上やけど、あのそう、めっちゃ年上、19だから、うん、めっちゃ上なんだけど、中2だだん、中2です、そう、私はね、中3はリンリンリンカとグッチ、エグチとリンリンリンカ、まあ、てんちゃん変顔、あ、動かせ、変顔、変顔公約ね、私何も公約してないかったな、ゆいちゃんに選ぶのはゆき、確かにね、確かにね、あの小さい子、いやでもね、大きくなったらいけるんだけど、多分今の小学生習うってなると、確かに私も迷いどころ、年近いのにね、別にね、そんなあれだけど、大丈夫、そう、でおてんちゃん第一だから、第一か、5歳差なえちゃんルーム、あー、そ、あ、そういうことね、なのかのルームで私がなのかに参集してくださいって言ってしたらっていうコメントを、なのかのルームで私がなのかに参集してっていうのを言って、それをそのコメントをしたら喜んだってこと、中二とかの修学旅行、うん、そうだね、中二修学旅行てかさ、私さ、あのちょっとね、あのサンリオのコラボしている初めて知ったことがあるんだけど、ちょっと待って、でもこれがちょっと間違ってたら恥ずかしいんだから、まあいや、後でいいよ、ちょっとね、スマホ欲しい今手元に、本当に欲しい、今更だけど、今更気づいたけど、数学でもね、数学っていう計算かな、なんか数学はそんな、で受験とかマジで無理だけど、計算系ならいい、言える、ママ違うけど、ママに持ってきてもらわんから、おてんちゃん合格してほしい、いや、なんかさ、でもさ、
なんかあれじゃない、なんかやっぱ年齢とかもさ気になるところではあるっちゃうから、年齢でさ、で今って最近のなんかオーディションって結構上の子まで募集する人いるよね。まあ見てない、うん、多分見てない。てかさ、私まだ一人ぼっちなんだけど、一人ぼっちなんですけど、ちょっと待ってね。アナは一人ぼっちだった。悲しいんですけど、だから誰が、あの何どこにいるか全く分かんない一人、私今1位の席に いる。あ、なんかいるんってないけどなんかいるん、スマホが欲しい。そう、お母さんになんかいるんで今 LINE スマホが欲しい。そう、人数は分かるんだけど、あのあれが分かる、あの団長ランキング見たら分かるんだけどね、それはめんどいじゃんリってきた、リって。あるかな、どこにやったっけ。私でもコアちゃんガラケーではないね。ガラケーだったらあれだから、あの無理だからね。持ってきてもらった。持ってきてもらいました。携帯なわけないよね、なわけない。違う、これはあの自分のスマホで配信してるけど、なんかあれなの、あのお母さんが前使ってた、ああやばい、雪崩が起きる。前使ってたあの何スマホを、ちょっと待って、あのちょっと待ってね。あ、来た。お母さんが前使ってたやつを今こうやって私が活用、なんかもうちょっと下にしたい。だえ、何、あ、そうそう、そういうのはこれなんでないんだけどね。おてんちゃん、あ、12秒歌ってんだよ。12秒。私も今日1回でもう、あ、出てないです。あ、違う、ベランダには出たけど、外は靴は履いてないけど、なんかさ、私さ、あのちょっと気づいたことがあって、ちょっとほんとあのお恥ずかしい感じなんですけど、あの私ね、あのキサニオのキャラクターって、あのこれ、この人、この、こういう人、人じゃないけど、キャラクター
いるじゃないですか、こういうやつ、白のあれ、ずっとあの白と目白とピンクのやつ、私ずっとね、あれだと思ってた、あのシナモン、うんかと思ってた、シナモロールらしい、いやいや、これあのそう、シナモン、うんじゃなくてシナモロールだけにさ、私さずっとシナモンロール、シナモンずっと言ったからさ、そのナータンの配信見ないときに、あ、シナモロールありがとうございますみたいなこと言ってて、いやシナモンなんだ、あシナモンんじゃない、シナモロールなのかと思って、シナモンってなんなん、そしたらで、シナモンっていう、でもお菓子や、お菓子でなんかあるよね、でもなんか、え、そうだから初めて知った、まあ、シナモロールなんだと思って、シナモン、待って、シナモンって何だ、こ、いや、そうそう、香料、なんかチロスとかでもあるじゃん、なんかシナモン、あ、正式名称シナモロールの通称シナモン、むずむず、シナモロールか、いやシナモンってあるけどね、なんか、なんだろう、あ、59日あって9、なんか新しいのやりたいって言ったのね、9ってどうやってするんだっけ、ちょっと分かんない、9の簡単なやり方を教えてくれる人を募集してます、こわちゃん何を、私ね、ポンポンプリン大好き、シナモン食べたことないよ、多分でもシナモンじゃん、ツイッターの名前、え、どちらもいいってこと、あ、でもし、あ、シナモロールが、じゃあニックネームがシナモンってことか、なるほどね、じゃあシナモンでいいんだ、別に私間違えてはないってことか、よかった、俺はケオピハね、あれも可愛い、みんながハンギョドンが好きで、みんながは、そう、ハンギョドン好きだけど、こういう、なんて言うんだろう、今回のイベント、このコラボイベントにあのハンギョドンが ないから、みんながいつもなんでこういうのハンギョドンだけないみたいな、みんなハンギョドン好きなんだよね、なんか T シャツね持っててガチ勢と思って、こんにちは、アップル、いや、わかんない、私アップルパイすら食べたことないかも、ハンギョドンだけでは、確かにね、そうだけど、なんでハンギョドンいつもこんなこのやつないみたいな知らんしって思うけど、まあ、確かにと思って、おてんちゃん、あ、10位すごいわ、総選挙、ああ、
総選挙でもっと上位にランクインしたら、まあね。あ、なんかたくさん、なんだめさん、くわみちゃんとポンポンプリンとシナモロール、ありがとうございます。フィッシュさん、クロミちゃん、ありがとうございます。もう衣装さん、シナモンとボンボンプリンとあのクロミちゃん、ありがとうございます。ニオンさん、シナモン、ありがとうございます。シナモンとボンボンプリンとクロミちゃん。あ、カーンさん、あれ、レインボースターって言うんだっけこれ。レインボースター、ありがとうございます。あ、なんかネオンさん、なんかかわ、S、あ、新しい、なんかこのイベント期間中やっぱ背景が可愛いから、多分横にしたら分かると思う。縦の人とかだと分かんないと思うけど、横画面で見たりパソコンで見たりすると、あのここのね、周りがすっごく可愛くて、すっごく可愛くて、ここの周りだから、なんか私もなんか可愛い服やば着たいなとか思うけど、いや、なんかなかなかね、なかなかね、なんかそう着たいけどね。でもなんかあのアベイルっていうあの島村系列の洋服屋さん行ったら、クロミちゃんとアベイルがこのコラボレーションしてて、いや、なんかあ、なんかそう、いろいろ三流キャラあって可愛いと思った。どこまで行ったかな私今。あ、なんかなんて読めばいいんだ、なんか絵文字の人、顔文字の人っていうか、クロミちゃんとポンポンプリン、シナモン、ありがとうございます。あいちゃんさん、ダルマ、ありがとうございます。かわいそうさん、シナモン、ありがとうございます。ワンタメンさん、ホンボンブリン、ありがとうございます。なんか新しいやつ見た。ニャオンさん、シナモン、ありがとうございます。アベール買う特品多くて、私もね、そんな行かない。あ、でもなんか昨日レッスン着買いに、これこのレッスン着っていうか、このあ、レスギか、買い行った昨日。やっほー、話し会らしいよ。あ、なんかマウント取られたかな今行きたい、行きたいけど、ほらさ、10月も、はい、ありがとう。10月ね、もう2日目だから、10月も、シナモロールいくらとかはしてるから。あ、そうなんだ。んちけもじゃっこ、うん、こんにちは。ちょっとお手じゃないし、見に行こうと思って、あの本当に10位なのかっていう、お互いにってわけで、あ、また歌った。もう何歌ってんだろう。あ、9位じゃん今、ドリアン少年。え、まだでも9位に上がりそう。なんかなんかさ、おてんちゃん、あのあれじゃない、なんかあの
だけど、テン、そう、なんかすっごいポーズとかさしてくれるからさ、かわいい。そうで、じゃあね、サンリオキャラクターこれいつまでキャンペーンしてるんだろう、コラボの。あ、待って、なシェカラシカ歌ってるコール、しっからしか、久しぶりさん、ありがとうございます。今日はあのお話、9日まで、今日はさ、あのお話し会あるけど、行きました、あのお話し会には。行かれましたでしょうか。家でお話しか、私もレン、レンに並びたいんだけど、顔がし、や、したことない。私さ、有線の何イヤホンがなくて、あの 無線の Bluetooth のやつしか持ってないから、そうできない。そのなんか有線ってあんま売ってないから、なんかね、ちょっと高い、なんかあ、そのまあ、Bluetooth の方がコンパクトだし、整理整頓しやすいから良き。マイク付きじゃないと歌えないんだよね。なんか安い、なんかさ、でもまあ、私、あ、でもカラオケ配信しないかな、別に。もう15分経った。あと、これで今さ、何のキャラクター、ちょっと待って、キキアート、ああ、ちょっと待って、なんかコメント来てるけど、どこのコメントか分かんない。9の、あ、そんなある、9が10円の、9が10、いやでも私のブルートゥースのイヤホン、私何で買った、1500ぐらいで買った、確か。で、有線って絡まりそうだからね、嫌なんだよね。うん、本当今日なんか男女一人で寂しい。でもそれ終わりますか。うん、15分経ったし、うん、ね、お母ちゃんオーディションショールーム、私オーディションショールームしてないけど、
ロキシエはショールームなかったから、13位、あ、待って、13位、アキチョウさんありがとうございます。12位なんか顔文字の方ありがとうございます。11位ハビハビさんありがとうございます。10位大次郎さんありがとうございます。9位壁チョロさんありがとうございます。8位おともちゃんさんありがとうございます。7位しょうたんさんありがとうございます。6位せいにゃんさんありがとうございます。5位りかさんありがとうございます。4位バイケンさんありがとうございます。3位もりしょうさんありがとうございます。2位あんたーめんさんありがとうございます。1位にゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。そう、あ、そうで、なんか昨日のなんかね配信、あのお母さんに聞いたけど、昨日の配信私結構多分ギリギリやったから、あのランキング読むのがめっちゃギリギリだったから、なんか1位の人は聞こえてない、なんか1位の人言われてないよみたいな言われて、昨日の1位の人が誰かちょっとだけど、ありがとうございました。今日そんなん分かんないから、いい、自習ってやつ、あ、バフ1位でしたって、めっちゃお腹なるな。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。